9月16日月曜日敬老の日。今日の天気は曇り一時雨。日本放送飯田康二の OK! 工ーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康二です。 えー、今週もですね月曜日と火曜日、今日と明日新庄アナウンサー、お休みでございます。ということで、日替わりでアナウンサーの方々に手伝ってもらっているんですが、今朝はこの方です。 おはようございます日本放送アナウンサーのひろたみゆきですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、ひろたさんはね、えー、日曜日に病気うらくじされてますので、はいはい、昨日やりましたですよね、はい、すいませんね昨日も今日もと, <laughs> とんでもない皆さんと朝ご一緒にできて嬉しいですいそう言っていただけるとなんつったってね三連休だっつうのに <laughs> そうそう今日最終日ですもんね二日潰して朝早くから <laughs> いやいやいや,いやもう関係ないですから <laughs> 連休ねこの仕事はね この仕事は結局なんかさ人のね 働いてる時には、働うそその休んでる時にも働き。そんなところ。いつ休むんじゃ。そう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 。我々あの働き方改革よりはるか前に入って、本当そういうこう教えを受けてきたような世代なので、ニュースで読んでるくせに、本当。これはどこの世界性の話だみたいな。本当ですよ。いやいやでもありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 ちょっとねあの朝、来たらいろんなニュースが入ってきておりまして、あのー、日本時間では本当朝4時過ぎなんですけれどもトランプ前大統領今ね、ねアメリカの共和党の大統領候補となっておりますがそのトランプさんがまあ滞在しているフロリダ州のゴマララーゴという、ね、別荘地があるんですがその近くのゴルフ場で複数の発砲音がしたということでありまして ただ、あのトランプさんはもう無事であるということが現地の報道などでも報じられておりますしトランプ氏自身もですね SNS などで私は無事で元気だというようなあメッセージをまあ、支持者らに送っているということでありますで一方でアメリカ CNN テレビはそのゴルフ場周辺の発砲事件に関連したとみられる人物が拘束されたと報じさらに AP 通信はですねその。 えー、この人物が持っていたのかどうかというところですが、えー、捜査当局は自動小銃タイプの武器を押収したということもうーん報じておりますで、えー、まああのその動機等々というのがねまだ判明していないところでありますんでん この先どうなるのかというところでありますが、ホワイトハウスはバイデン大統領とハリス副大統領がトランプ氏の無事を伝える報告を受け安心したというふうに発表していると。まあ、あの、こういう発表をしないと、喜んでるのかみたいな疑心暗鬼まで生んでしまうというのがですね、今のアメリカの、まあ、あ社会情勢をこう、 表しているところもあるのかというところなんですけれども、まああのー、まだ詳細は不明とこういうことでありますけれどもうん近くでまあ銃声がした、まあ、複数人が撃ち合ったみたいなです、ね、一部報道なんかもあったりしておりまして、まあ、現地情報が、ね、ちょっと錯綜しているような、えー、ところがあるんだろうとうういうふうに思いますけれども、えー、ちょっと、ね、きな臭いことが続いていると、はいまあ、トランプさんに関しては、まあ、7月に本当に、えー、暗殺未遂があったとういうこと。 ともありましたんでえ、えー、大統領選に向けて本当にうん情勢が混沌としているというかね、えー、いろんなことが起こっておりますまあこれもねまた続報が入り次第お伝えしていこうと思っております、はい、ええー、そしてまあ三連休今日は敬老の日お休みというところでね、えー 夜市があるんで、ちょっと早く起きたよという方もいらっしゃるかもしれませんしまた、えー、今日はね、遅く起きるんでという方もいらっしゃるかもしれませんけど、はい、あんまり今日はお天気よくないんですよねそうなんですよ、雨降ったりやんだりということでね<ー>あの、急に激しい雨降るかもしれませんので、十分に気をつけてください<ー>、はい、昨日の夜もね、なんかざーっと激しい雨が降ったりとかねそうなんですよ、もうゲリラ豪雨が本当に多いでしょ、う。今年もそうですけどね。ねこのところは本当、毎日どこかで雷が鳴ってみたいな、ね。う もうもう建物に入ってくださいね雷が鳴ったら。鳴ったとはね。はい、そうですよね。もうなんかねあのー、そう天気予報を作って。 ええ、る、それこそ、あの、アシスタントの人方々にね、えー、毎日お願いするんですが、そう、夕方の番組で、増山沙也加アナウンサーと一緒にやって私さ、毎日なんか大気の状態が不安定で、どっかで雷がって言ってるような気がするんだよね。<laughs> 本当そう、本当にそうです,でうですよね。毎日ですよ。本当、しかもこれがね、あの、9月になっても変わらないと、ね。はいえー きょうはまあ暑さはちょっと一段落とうそうですね30度くらいですね、ただ、ね、ちょっと蒸し暑さが続くかなというところですので,ですえ、えー、今日もおぼちぼちやっていきましょう。はい 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田工事の OK 工事アップ、えー。今朝のコメンテーターは経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさん。この後6時半過ぎからご登場です。まずは、えー、敬老の日に合わせて発表された65歳以上の高齢者の人口推計。4人に1人が高齢者だということでありましてね、えー。その上、これ、ひょっとするとこの先はね、 定年がさらに伸びるんだろうね、ん。そうでしょうね。ええー。なんか、うん、敬老の日イコール勤労感謝の日になるんじゃないかみたいな。あなるほど。そう、スタッフがそんな話をして、なるほどね、というね。ええ えー、それから6時時分過ぎぎニュース7時またぎですアメリカの経済について、えー、中央銀行に当たる FRB が17日から、えー、金融政策を協議する FOMC= 連邦公開市場委員会を開催するというニュースそして、えー、後半では日本経済、日銀、えー、日銀も今週19、20日と金融政策決定会合の開催が予定されております、えー、そして7時10分すぎおはようニュースネットワークのゾーンは自民党総裁選について、えー、そして評、えー 総合県知事の不信任決議案が全議員で提出へというニュース今週県議会が始まるというところでありますそして7時30分過ぎのニュースプラスワンのゾーンは JR 西日本来年四月から選択的週休三日制導入発表というニュースそして7時40分過ぎアメリカ大統領選について取り上げてまいります今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日五人の方に 長生きと書いて調整調整地域の農産物加工品のの詰め合わせをプレゼントします千葉県の中央部に位置する長生地域は茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長良町、長南町の7つの市町村があります。トマトやキュウリのほか、いちご栽培、白子町や長生村では、玉ねぎ作りが盛んです。 梨も古くから栽培されており環境に優しい栽培法で市場でも高く評価されていますこのほか秋冬が旬のネギ、里山育ちのお米やそばレンコンや自ね所など調整地域ならではの品目も多くありますこの時期に採れた旬の農産物や加工品をセットにしてお届けしますので皆さんメールでご応募ください 番組のメールフォームを利用される方もお届け先の住所連絡先必ず書いてお送りくださいねこの時間最新の株と為替の値動きをお伝えしてまいります 先週末現地13日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ296ドル98セント高い4万1393ドル78セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は114.28ポイント上がって1万7683.98でした一方円相場は1ドル140円90銭付近で取引を終えております ええー、まあこのアメリカあるいは日本のこの先の経済金融政策については後ほど、えー、ニュースシジマタギのゾーンで、えー、今日のコメンテータージョゼフクラフトさんと深めていこうと思っております。以上カブトカースの情報でした。えー、スタジオ長官各子が入ってきております。 総裁選についてというのがね、えー、やっぱり西一面トップです。朝日新聞、次の総裁、石橋26%、小泉市21%、えー、本社世論調査ということで、 えね、あのこの手の調査、毎日のように出てくるというところでありますけれども、まあ、あの総裁選については、ね、後ほど取り上げますが、うこのところの調査で、えー、特に党員票を見るとうん、高市さんと小泉さんが逆転ということで、えー、高市さんに小泉さん3位とおなったぞみたいな、ね、話も出てきております、えー、それから読売新聞は高市、石破、小泉氏、セル本社調査、えー、自民党総裁選決選投票の公算と。 ええー、いうふうになっております。三強になってくるのかどうなのかというところです。えー、それから毎日新聞はあ国連 AI 新組織検討、便益リスク独立評価ということで、まあ,あ急速に進化する人工知能の国際ガバナンスをめぐ でえー、国連であの気候変動に関する政府間パネルなどを参考にした専門家組織の創設が検討されているということでありますで一方で AI をめぐっては日本経済新聞こっち G7 の方なんですが AI 悪用リスク監視健全活用へ国際基準ということで、まあ、こっちら Google だとかオープン AI などの各国の大手が参加する想定で、えー、国際標準の仕組みとしての普及を目指すというふうに記事がなっております、まあ、この AI に関して基準をどこ ここが取るんだみたいな話がですね、えー、いろんなところで出てきていると、まあ、このグローバルスタンダードを取った者が勝つっていうのが、まあ、いろんなところでね、えー、今までもインターネットとか出てきたところでありますが今回は AI が焦点となっているようです、えー、それから産経の一面トップ中国国際鉄道幽霊駅26箇所採算度外視級拡大の付けというですね、まあ、あの現地の北京の支、ね、局の記者さんの ルポルタージュも含めた記事になっていて2面までですねこれがあ拡大をしていると2面には中国運営企業負債125兆円総延長7万キロ計画進行と、えー、いう。 ことが出てきていてでまああのこうしてこう広げていった技術が海外にもねいろいろと輸出されているぞなんてところまで記事は踏み込んで書いていますけれども、まあ、まずこれだけ高速鉄道がね、えー、線路を伸ばしてなんか1年間に3000キロ弱ぐらい伸びていてこの3000キロっていうのが大体日本の新幹線の総延長が3000キロぐらいなんで毎年日本の新幹線1個分が、えー、どんどん伸びていってるぞという話 なんですが当然ながらそうなると採算も度外視されるよねという話になってきて、まあ、この辺の話ってなんか我々3 4 0年前の国鉄末期とかこういう感じになってきてるよねとねただあの規模が違うのがう我々はその在来線のローカル線でどうしようって話をしてたんですが、えー、ここはここ高速鉄道だけでもこうなってるぞという話でこれ本当にね、えー、どうなっていくのかでそれをまたね、えー、安価に海外に輸出するっていうインフラのこうデフレ 輸出みたいなものまでこう出てきてきいるううのがこあ、日本も JR 各社新幹線のね、システムの輸出というものはインドであるとかアメリカであるとかでやろうとしているんですけれども、まあ、あこれがどこまでうまくいくのかというところ、まあ、そのね、えー、違いだとか、向こうはこう、コストの面でうちは安いですよって言って結構ね、えー、構成をかけてきているということが記事には載っておりました。 この時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー。今朝は経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。三、えー、3連休の最終日でありますね。はい あからありがとう、えー、今日は敬老の日ということであの各紙載ってますけれども総務省が発表した今月15日時点での人口推計65歳以上の高齢者が3625万人と去年より2万人増えたということであります見出しによっては、ねえー、高齢者の数がもう3人に1人、4人に1人ぐらいなんじゃないかということが出てきております。 いやあのーまあ、長寿大国、日本って、はいえー、素晴らしいことだと思います。で、そこでいろいろ心配事もあるかと思うんですけれども、うんうん、一つは日本の労働不足ですよね、そこで一つ、近年注目していくのが、うん、まあ健康年齢、はい、寿命も大,で大事なんですけれども、<ー>健康年齢っていうのも注目されていて、要は、まあ、元気で、えー、その働いたり、 あの運動をしたりできる年齢が、はい、これ毎年上がっていて今や73歳近くまで上がってきてるんですねつまり、えー、昔1965年の寿命って大体65歳男性が<ー>女性が70歳。はい、もうそこで 基本的に人生終わりという見方が今はもう80以上でいけるわけですから、まあこの高齢者層がどれだけ労働市場にえ残ってえ仕事していく、まあ,あの仕事したい方はね、 あのしていけるという、まあ、健康年齢をこれからいかに伸ばして、<ー>えー、生産性を、はいえー、維持していくっていうのも、一つ、今後、重要になってくるんじゃないかなと思いますけどねあでそれこそ、まあ、ただね、やっぱり加齢によって、体力的な部分っていうのは落ちる、はい、そうすると、まあ、今までのようなフルタイムではない働き方とか。うん まあそういうところにもつながっていきますかそうあのー、これももう一つ注目されてるのが、まあ、人生100年だとしたらやっぱり5060、はい、で第2の人生、えー、ということも言われ始めてます、はい、だからやっぱり高齢者層に入っていく中でその中で自分がやりたいことできること、うん、こういう仕事を見つけていく、うん、今まで戦後の概念っていうのはもう えー、一つの仕事、一つの会社で働いて60で定年して、はい、もうそれで、えー、終わりということが、えーえー、これからはもう50年、50歳で、えー、次の第二の人生に向けた転職だったり、えー、仕事をして、まあ次の後半を楽しんでいくっていうことを、まあ若いうちから、 考えていってもいいんじゃないかなと思いますけどね,うん、まあ、ね後ほどあの話に出る自民党総裁選の中でも、はい、やっぱりこの労働規制、うんまあ、解雇規制だとかっていうところに対して、うん、いろんな議論が出てますよね。うん、はいですので、まあ、それと合わせて、うん、まあ自分の将来、えー、老後を改めて、まあ、今の時代でどうしていくかっていうことを見直していく社会として。 見直していくいいいく機会じゃないかなかとあの非常にあの65でまだまだ働ける人いっぱいいますし働く必要もないんですけども働きたい方は、はいえー、働く環境を作って企業も見直してますよね定年延長とかです,、ねうん、ですので、まあ、そういった中で、えー、どう社会の生産性を高めていくかっていうことが これから前向きに見ていけばいいんではないかなとは思いますけどねうん、まあ、社会とつながることっていうのが大事だったりすると、うん、まあ働くということはそういういことでもある、うん、あの,このニュース僕はすごくいいことだと言ってロシアはいまだに寿命が66っていうぐらいですから、はい、それと考えると日本ってやっぱり健康な国であるとこれを生かしていきましょうというこ、ん、とですね。 お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方 スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています また株と為替の最新情報もお送りします日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信していますぜひフォローして番組に参加してください 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK 工事アップ今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさんです引き続きよろしくお願いしますさああのー、直前のね定時、えー、ニュースのところでもお入ってきましたけれどもトランプ大 前大統領の近くで発砲があったという事件。本人はゴルフ場でプレー中で無事だったということですが、え自動小銃タイプの武器が押収された。あ関連したとみられる人物は拘束された。そして FBI はトランプ氏が新たな暗殺未遂の対象となったという見方を示したと。 ね、物騒な事件で、またかということですけどね、まだシークレットサービスが、はい、あの内容等をあの発表してないので、細かいことはわからないですけども、はいまあ、一つはけが人が,いなが出なかったことが、えー、何よりということと、ねまあ、こういうことが続くと、えーまあ、最悪の事態を考えると、大統領選前にね、どちらの候補が、 怪我したり、あるいは亡くなったりすると、これ、今後の国家の運営にも影響してくる、はいうん、だから本当に困った国だなと思うんですけどもね、うんこればかりはどうしようもないですね。うんまあね、一部報道等々だと、この自動小銃タイプ、カラス入国じゃないかというようなね、も言われてますが、んそんなに簡単に手に入るもんなんですか。 簡単に手に入るし、まあ昔に簡単に手に入れられた時期もあって、<ー>それがあったりしたりして、それがまだ残ってい闇市場もありますので、もうまあ本当に銃社会なんで。 ただまあ、あの、一つは、あの、7月にトランプの暗殺未遂事件があって、それでまあ、当局、特にシークレットサービスは非常にあの防衛体制を固めてますので、まあ、それがあって今回事前に止められたのかなと推測ですけどね。なるほど。え、まあ、本当にでも、 本来は、ね、政策論争をしなきゃいけないのにこういう事件まで考えなきゃいけない世の中になったんだなというふうに,ちょっと残念に思いますねさあ,あではアメリカの経済についてであります取り上げるののはこちらのテーマですアメリカ FRB が17日から金融政策を協議する FOMC を開催。 アメリカの連,連邦準備制度理事会 FRB は今週17日と18日に金融政策を協議する連邦公開市場委員会 FOMC を開催します4年半ぶりの利下げは確実視されていて引き下げ幅と今後の金融緩和のペースが焦点となっております利下げはもうするだろうと言われていて0.25か0.5かみたいな話になってますかそうなんですよでこれ 難しいのは直近のまあ雇用統計とかえその物価指数のデータからすると。 そんんななに弱くないんですよね<ー>だから0.25で無難なところに収めていくんじゃないかと当初思われてたんですけども、はい、またこれ FMC の当局者が、はい、まあ大幅な利下げも考える余地があるみたいな発言をしてで難しいのはこれじゃあ別に今回は0.25にして次、はいえー 景気減速があの確実に見られると、うん、0.5下げてもいいじゃないかと言われるんですけど次の FMC が大統領選の2日後に重なっちゃうんですよ。<お>でそらく当日に結果わ分からず、はい、23日後 つまり FOMC と全く重なる可能性があって、中央銀行としては、はい、あまりそういう不透明感の中での政策変更っていうのはできれば避けたい。えー、ならば、11月の利下げを今月に前倒しっていう見方も一つあって、なるほどそこでどっちなんだっていうところにマーケットが今、 焦点そういう、なんというか、思惑とかあるんですね。じゃあ、前倒しで2か月分を1回でってなると、0.5になる、ね、まあ、あるいは0.5をするつもりが0.25に抑えておくとかあ<ー>あの、やはり大統領選みたいな大きなイベントの中で、はい、さらにそこに不透明、あの金融政策という不透明なものを入れると、はい、マーケットが混乱しかねない。 ということで、おそらく当局としては11月はなるべく、はい、あの穏便にという,言うかあの、抑えておきたい、うそうするとこ今回、積極的にやっとこうかと、はい、保険的な意味でと、えー、いう議論も一つあるというところですね。ただ、もう一つ問題なのはあの、今、弱気相場になっていて、えー、株価が下落しやすい。えーえーで えー、通常だったらつい最近強気相場の時は利下げっていうことは株価が上がると<ー>株価にとっていいという前向きな、うん、あの反応だったんだけど今回は逆に「え0.5経済そんなに悪いの?」っていう悲観的な 解釈がされて株価が余計落ちるっていうリスクもあるので、なるほど中央銀行としてはそこの微妙なバランスをどうしたらいいのかっていうのは相当悩んでると思いますね。うん。でもね、これ、 あのこの9月の会合でまあ利下げをしますよと、はいで、これそのものが大統領選への影響というのはどうなんですかあの一般的には、はい、その政権にとってはプラスだと、だからトランプは批判してますよね。 あのただ正直ね0.25とか0.5下げたところに急に経済は良くならないしうんあの有権者の見方ももうある程度固まってるんで、はい、その利下げによって大統領選が大きく左右するってことは そんなに僕はないと思いますけどね。うんそうすると、まあ、それよりは十一月にどうするかっていうところの。まあ、悩みで。そうなんですよ。これ後ろは十二月にも,もう一回ありますよね。今年三回あって、ええ、で。市場の期待もちょっと問題で。うんはい、年末までに一パーセント。うんうん 下げるとだから1回は0.5下げるっていう折り込みなんですよ。うん、で、それを払拭するのか、はいえー、あるいはそのマーケットの期待通りにするのかっていうところも一つ、だからこのペースですよね。月ののの利下げ幅とその先の 緩和ペースっていうところに今市場が、えー、一気宇宙してるっていうところですね。うん。その辺は特にヒントもないわけですよね、まだ。今のところはないです。だから今回の FOMC の記者会見でヒントが出るんじゃないかというところを期待してます。うん、るなるほど。 速報というかね、あの、トランプ氏の収益ミス、続報が入ってきました。うんえー、アメリカ大統領警護隊、シークレットサービスは記者会見を行いまして、うん、トランプ前大統領のゴルフ場での15日午前2時前、 警護隊員が敷地の境界付近にいた人物に向け発砲したと発表しましたでその不審な人物ですがフロリダ州パームビーチの捜査当局者によりますとトランプ氏からおよそ370から4 6 0ル離れた場所にいたと述べたということであります。 複数の人物が発砲しているというのは、ひょっとするとこれは打ち合ってたのかもしれないというところなんです、ね、ん一つ、あのー、現地のニュースでも話題になってたのは、はい、このトランプが今日ゴルフに出てることを、側近の多くも知らなかった、えーはい、休みの日だったんですね。 はあ、なぜ、この容疑者が、それを理解していたのか、あるいはたまたまだったのか、そういったところも今、捜査の中で、うんえー、一つ注目されていると,、うん、ということですね。お これね、要人のやっぱ予定ってものは、もやはりね、7月の暗殺未遂から、はい、そういうものを、あのー、船体本部内でも<ー>、えー、ほんのわずかな人にしか共有しないように、情報管理も相当固めた、えー、ことからも、も今回、どうして、はいえー、こういうことになったのかっていうことも、一つ、捜査の中で。 重要なポイントですけどもねうもう一つ、こういう事件が増えますと、はい、やっぱりその民主主義の中で選挙ができなく制限されていく、はいえー、そうするとあの大統領選への影響、さっきの話じゃないけど、金融政策よりも、こういった警備の問題の方が、はい、選挙に影響する可能性が大きいと思いますので、これはこれで非常に民主主義にとって、はい、あの重要な問題だと思います。 思いますけどねそうですよね、それこそね、日本だって全く一言ではなくって、うん、安倍総理の暗殺があり、あ岸田さんも爆弾テロがあったわけで,、うんえー、で、今回の総裁選も相当距離を離れたところで演説をするような形に、該当もなってますよ、ねえー、で今回のこのゴルフの事件がその関連してるかどうかわからないんですけども、ちあの近年というのコピーキャット事件、コピーキャット、えー、つまり真似をしたがる。 7月のあの暗殺未遂を見て、俺もできるんじゃないかとか、こういうふうに思う人が結構いて、その絡みかどうかは分かりませんが、結構続けて似たような事件が起きやすいこともありますので、これからまたそういう事件が起きないとも限らない、非常に心配ですね。とりあえず、怪我人が出なかったということは、一つ朗報ですね。 続報また入り次第お伝えしてまいりますでは続いて取り上げるのはこちらのテーマです。日銀が今週金融政策決定会合を開催。 日日日日本銀行は今週19日と20日の2日間金融政策決定会合を開催します会合では政策金利である短期金利の誘導目標を0.25%程度で維持する公算が大きいとされ7月末の追加利上げ決定後株価と円相場が乱攻撃したことを受けまして当面は市場の急変動の影響を見極めることを優先すると見られます。 FOMC で何が決定されるか、まあ、それによっても変わるかもしれません、日銀の決定。あのー エコノミストの多くは、まあ、9月は今回は何もないと。はいえー、ただ、12月までに、はいえー、あと1回0.25%の利上げを、うんえー、織り込んでいると。ただこれ、やっぱりアメリカの動向を見ながら、はいえー、だと思います。アメリカが積極的に利下げ、はいえー、している、あるいは景気が減速していく中で、 日銀としてはどこまで利上げができるのかっていう,う、えー、疑問もありますので、おおむね、えー、年内1回ながら、えー、アメリカの状況によっては、えー、見送りっていう可能性もありますので、その辺の兼ね合いですよね。ただ、まあ、今週はさすがに、えー、利上げはないということで、はい、マーケットの焦点はとりあえずアメリカ、FMC の方に。 向けられてるっていうことだと思いますね。うん。先週あたりあの日銀の新議員の方々がまあ、地方のね、うん、経済懇談会に出かけていて。うんうん はい、結構、利上げに積極的な発言をしていた矢に報じられてま、ねえーまあ、あの注目されたのは高田議員の,、はい、のコメントですけど、彼、もともとタカ派なんで、うんまあ、そういう方向、ただ、まあ、日銀は政策金利を、はいまあ、中立金利まで引き上げたいというふうに、はい、あの表明してますので中立金利、景気を冷やしも、それがじゃあ、いくらなんですかっていう議論はあるんですけども。 概ね0.5から1パーセントの間じゃないかっていうふうに言われてる。だから、うん、まあそれが正しいとすれば日銀としてはあと 最低1回、最大3回、えー、上げると、この辺を見極めてるんではないかというふうに言われてますね。で、他方ね、これ、あの、為替の方への影響というのを考えると、はい、っやっぱどうしたって日米の金利差が縮小すりゃ、 円高方向になりますかうもうつい最近まで円安大変だって言ってたのが160円だなんだっす、ねね、最近はなんか円高円高と <laughs> そんなに円高でもないんですけどね140円だ半年前は140円の時は円安だ大変だって言ってたのが今度は、ね、下がってくると円高だみたいな <laughs> あのその雰囲気もあれですけども、はい、あのおっしゃる通りあり 早すぎる、あの、為替の動きっていうのは良くないんで、んあんまり、あの、当局が積極的に利下げ、はい、あるいは積極的に利上げすると、うん、あの、円高が、あのー、早く動いてしまうので、<ー>その辺の兼ね合い、はい、まあ、あと株価、為替、うんえー、経済といろんなところを中央銀行見ながら、 えー、一番そのーマーケットが混乱しない形での政策変更を、えー、模索していく必要があると。まあそういう意味で今月は日銀は、うん、あのー、まあおそらく10月も、まあ、あのー、総選挙っていうこともありますから、はい、うん、10月どうするんだっていうところにね、今マーケットは焦点を当ててるとは思いますけどね。おはようニュースネットワーク。 取り上げるニュースはこちらです自民党総裁選9人の候補者による論戦がスタート 今月12日に告示、27日投開票が行われる自民党総裁選挙。昨日15日には9人の候補者が福島市で演説会を行い、東日本大震災からの復興のあり方などについて議論を交わしました。またこの週末には日本記者クラブ主催の公開討論会やテレビ出演などを行い、それぞれの政策を主張しております。 過去最多9人が立候補ということで、まあ、地方各地でいろいろとね、やっておりますが、今日は金沢で公開討論会だそうです。うん、まあ、これ、いろいろ主張も出てきてますけれども、ジョセフさん、どうご覧になりましたかいや、これ9人もいると、さすがについていくのが大変ですよね。えー本当 <laughs> あの、経済専門にしてる私でもなかなかこれ、ええ、みんなの動向をついていくのが <laughs> 難しくって、<laughs> <ん>大変だなと思うんですけども、ええ、ただやっぱりあの、自民、今回投票される自民党の党員、うん、あるいは議員に、うん、あの、はい、今、 中国の経済は完全に減速してる。アメリカも減速基調に入ってる。日本の,あの、日本は中国あの、アメリカの経済に依存してる。そして今中東情勢、はいえー、それからウクライナ情勢。 えー、さらに台湾、中国との関係。はい。こういった、あの、非常に安全保障面でも、うんえー、多大な、あの、チャレンジが、はい、に向かって、 いて誰が一番この荒波を、えー、日本の国益を守れるのかというところでやっぱり、あのー、人気だけではなくて経験政策これらを、あのー、加味してで、うん、国内政策も大事ですけどもやっぱり外交、えー、安全保障こういったところも非常に重要だと思いますのでこういったところも加味しながら、えー、正しい候補を選んでいただきたいと。 いいうふうふに願います、ねうんまあ、あの現職の外相もいるし、外相経験者も、まあ、あたくさんいるしと、うん、こういう中で、この外交安全保障でこの人っていうような方っていらっしゃいますかいや、やはりあの、経験値があるとないとでは、やっぱり現実味が、うん。 え違いますよね、はい、なので、あのーまあ、この辺では外相をやってらっしゃった上川、林、茂木、そうですね、この3人はやはりある程度その経験値、河野さんも。うん、でまあ経験、じゃあ経験がなければだめなのかということでもない、ただ、はいうん、やっぱり、あのー、チーム、はいあの、もし経験がない。 場合には、やはりそれなりのチームを作れる、あの、人。はい。人望があって、うんえー、周りのブレーンが素晴らしければ、それはそれで、うん、えー、十分なので、その辺の人望というか、はい。チーム組織力も、誰が一番備わってるのかっていうことも一つ重要ですよね。<ー>だからそうすると、やっぱり自分では政策はあまりない、周りのブレーンで固める人と、はい。結構自分で政策立案。 へえーー。が得意な。 えー、片茂木さんとか、はいえー、高市さんも自分でやりたがるし、あはいまあ、その辺の辺バランスですよねうんただ、一国はさすがに一人で動かすっていうのも難しいから、うん、だからそこで一つ、経験なのは大事なのは、やっぱり大臣やってる経験値の,、うん、あの大事なのは、うん、官僚とどうやって向き合うのか、はい、一緒に組織として、はいえー、どうまとめていくのかとか、こういった経験っていうのは、やはり総理としては、うん はい、極めて重要だと思いますのでそこの、まあ、刷新感と経験という、はい、うまくそれをバランスしている候補が僕は一番いいんじゃないかなとは思いますけどもね。うんそれが誰っていうのは <laughs> 僕の中ではこの人っていうのはありますけども、<laughs> ええ、あえてそれは言わずに皆さんで考えていただければとは思いますが、さっきも言ったようにやっぱり安全保障極めて深刻な状況にある中で、そこは大きなあの選択肢の要素の一つではないかということを申し上げたいですね。 で、まあ、いろんなところでね、もう世論調査が出てきていて、うん、で、まあ、それで、まあ、なかなかね、あの、まだ決めていない、この中にはいないっていう方も多いんですが、うんえー、次の総裁、例えば朝日新聞一面トップは石、石橋26%、小泉市21%、高市市、自、うん、民党支持層では2番手 2>、うんえー、3番手に来ているということであったりとか、あるいは、読売は高市、石橋、小泉市、セルというようなね、うん えことが出てますどちらかというと選挙をにらんでみたいなすかそ,それがポイントで言いたいことは、はい、そういう下馬評じゃないけども世論調査見て勝ち組に乗りたいから、はい、中身の政策あるいは実力よりも、まあ、この人に乗っちゃえというような風習があると、うん、これ日本にとってはよくない。 だからあまりこういう人気の、あのー、<ー>調査は、はい、に一気一遊せずに、やっぱりその候補の政策を見ながら、はい、誰が一番日本を、えー、正しく導いてくれるのかということを、うん、あの客観的に、はいえー 吟味していいいたただきたいなと思いますけどねでこれ、9月27日にまあ自民党総裁選の投開票があり、はいで、もう気の早い人は、その1か月後ぐらいには選挙があるんじゃないかみたいな話も出てもう一つ、ねうん、議論から抜けているのは、はい、確かに衆議院、勝てるか勝てないかっていう議論も大事なんですけど、僕はもう一つ、それ以上に重要なのは、参議院なんですよ、来年の7月。 自民党、あるいはあの政権与党があの負けて、ねじれ国会になると、何にもできなくなって、昔の2012年前の毎年総理が変わるような、国会が機能不全に陥る、これが最悪。 だから、今回の総理総裁選選びには、目先の衆議院だけではなくて、1年間しっかりやられて参議院も勝てるという候補が、僕は、 極めて重要だと思います、ね、お今、その早期解散だって言ってる、例えば小泉慎二郎さんだとか、うん、あるいはもっと、あのー、議論をしてから、うんえー、政策をしっかり示してから、うん、あ解散は打つべきでないかと。うん、まあこれ石破さんだとか、まあ、高橋さんもそんな感じのことを言ってますけど、うん、これそうなるとですよ、うん、来年の7月夏あたり、うん ダブル選挙っていうのはあったりすするもん,なんですか僕はそこは一つの選択肢でもあると思いますよね。<ー>だからそ、それぞれの候補がどう考えているのか、はい、あのただ、確かに僕はあのすぐに選挙してそれでとりあえず南極乗り越えたと。うん はい、えそれでバタバタ政策を作ってなんとか来年に持ち込むというよりもしっかり腰を据えてえ1年、3年後えどう国を運営していくかというのもえそれを言える勇気のある人というのも見てみたいなと思いますしやはり僕はあの参議院選でしっかり政権固めができるということをだから目先の衆議院ではなくてあの繰り返しになりますけど 1>, ええ、1年後の参議院も含めて勝てる総裁選というのが重要ではないかと思いますけどね。史上最長のね、あの史上最多の立候補者でもあるんですが、選挙戦としても実はこの 仕組みになってから史上最長だと言われております。まだ27日までって考えると、ね、10日以上あるわけです、ね、最後に一つ、これはメディアにとってもチャレンジというか、はい、メディアの存在が重要で、ええ、これだけの候補をどうやってうまく論戦して、はいえー、各局がうまく連携しながら、ーーテーマごとに、はいえー、その論政策論争を うまくちゃんとさせて、えー、その候補の違いが見えるように、今回ほどメディアの、はいえー、役割っていうのは重要だなと思いますね <laughs> うん確かにみんなが同じ質問から入ってみたいなことすると、うん、時間ばっかりかかっちゃいますもんね。そうなんですよ全く進まないんで、ん各メディアが協議して、えー、その役割分担をして、ええ、なんとかうまく。 あの、候補の政策を引き出しながら、えー、選びやすくするというのも今回ほど重要じゃなと思った選挙はないですね。う えー、そしてもう一つ用意していたニュースは兵庫県の斉藤知事不信任決議案全議員で提出というニュースなんですがちょっと時間もあまりなくなってしまいましたけどもこれねちょっと中身もよくわからないところもあります、ね、もう僕はあのおっしゃるり、えー、ありやった、やらないってなっちゃってるんで、はい、もうここは一回もう選挙して、ねえー、民を問うというのが一番ベストだと思いますけどねうんただこれだけ問題が明るみに出ると 県政が回らなくなるんで、はい、正直ここはあの知事も責任取って、議、えー、会選挙で民意を取るということが、僕は一番あの賢明だと思うんですけどもねうん、まあ、不信任決議案が可決された場合は、失職か議会解散かというところで、うん、まあ議会選挙になるか、失職出直し制になるかと、と、うん、ちりしろ選挙ということね。もう早くやった方がいいと思いますね、ここまで混乱したら。う えー、おはようニュースネットワーク自民党の総裁選、まあ、その論点、そして、まあ、兵庫県知事にいついてというところも取り上げました。 今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさんです引き続きよろしくお願いします総裁選についてメールもいただきました杉並区50歳ジョニーさんジョセフさんのおっしゃった総裁選勇気のある人まさにその通りだと思います出馬表明で述べた政策を周囲から批判されるとすぐに曖昧な表現でごまかしたり弱腰になる人を見るとこの人にこの国の舵取りを任せていいのかと不安になりますと、まあ、どなたが念頭かわかりませんけれども 選ぶ方も勇気、はい、ちゃんとした人気だけに迷わされずに、はい、ちゃんとした政策を持つ人を選んでいただきたいと思いますね。うんえー、ではこの時間取り上げるニュースこちらのニュースです。JR 西日本が来年4月から選択的週休3日制導入を発表。 JR 西日本は13日労働時間の総量を維持したまま希望すれば週休3日を選択できる勤務制度を来年4月から導入すると発表しました全社員の25%にあたる内勤部門のおよそ6000人が対象で給与水準を維持したまま柔軟な働き方を可能にし社員の意欲向上を図ります、えー、働き方改革だからあの 総量は維持したままってことは、一日あたりは伸びるってことなんですかね <laughs> あのここでのポイントは、はい、選択肢が増えるってことは、まあ、仕事、労働環境の選択肢が増えるってことは大事、うん、でこれ、実験なんですよね、<ー>でこれを選択肢を広げながらも、はい、生産性をどうやって維持していくかっていうことが 多分ポイント。でうん、その生産性が維持できる、あるいは向上できるということになると、これが制度として定着していく、えー、その、まあ、実験段階の入り口ということだと僕は思いますけどね。うんまあ、確かにね、あの休みの日が増えると、うん、いうことになると。まあ やりやすくなる人たちもいる。うん、で、これは、どうなんですかねこう、業種によっても変わってくるんですかねあの、業種にもよるし、はい、人にもよりますよね。一、うん、時、一日、やっぱり8時間以上働きたくないと、ゆっくりやりたいという人もいれば、うん、いやいや、詰め込んで4日間に、 必死に働いた後3日遊びたいとか、人によって違う。それが同じ組織で、バラバラだと、果たして生産性が維持できるのかっていうところは、こればかりはやってみないと。ただこれ世界で、イギリスでも、 あの<ー>この試みは、まあ、法案として今度提出されると思うんですけども、はい、スターマー政権がそうするんだと、ええ、ねっ、はい、それが成功するかどうかっていうのはあのこれから、えー、見ていくということだと思うんですけどねうんただ一つね心配事があるんですどうししまたそれが定着していくとしし工事アップも週5から週4に減るのかなと。はい <laughs> これどうちょっとこれ、問題じゃないかと僕は思うんですけどいかがでしょうか、ね、確かにそうなんですよ、ねね、アナウンサーの働き方もどうなるんだっていう、ねね、そうオープニングでもね、ちょっとそのお話し,しましたけどね、だからね、まあ、いいこともあれば、ええ、ちょっと心配事もある、ベイスターズ、これ、もし、一週4日しか試合しないのか、ね、ちょっと待ってくれよみたいな、週6日試合してますからね、ですねこれ、働き方改革ですこれちょっとね、だから、改革、もう困る改革もあるんでね。 まあ彼らプロフェッショナルってことで例外になるのかみたいな、ね、ちょっといろいろ考えが心配事も増えてくるとそれこそ城主さんわれわれが本当子供の頃なんてダブルヘッダーなんてあったじゃないですかそうですよこれは働き方からやっとするというかねだからちょっとねそういろいろ考えるとねいやー確かにね <laughs> まあ、ただ、あの、見に行く方は、休みが増えるば見に行けるっていうねそうなんですよね。<笑><笑>ただね、問題はこれで言うと、一日の働く時間が長いと、帰りも遅くなって、6時のね、ーねねプレイボールもで間に合わない場合があるわけですよ。ああ、そう全部そこですねです。<laughs> 野球中心に回っている <laughs> で、ね、特に今、この時期、極めて重要ですからね。はい、極めて重要な時期ですね。そうなんですよね。ベイスターズ、ちょっとね、優勝まで手がね、 ちょっと尻尾が見えてきてる状況です、ね、いやー本当、ね、優勝だってそうだし、はい、まあこれクライマックスということを考えれば、えー、十分と。そうなんですよね。日本シリーズ我々はクライマックス入りが、はい、焦点ですけどね。えー、優勝をしっかり見据えてる阪神が、ね、<laughs> いや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 ,いや,いや違うなと王者だなと思います、ね。これの問題点はですよ。うん、一番残り試合が少ないのはタイガースなんですよね。まあだから全試合勝つという気持ちでやるしかない,んじ,ゃないんじゃないですかね。ねなんかもうね。 2位に浮上したとか言ってもこれを素直に喜んでいいのかっていうのはねいやいいですよいやつい最近まで3位だったんだからさすがですよそれも滑り落ちるんじゃないか気になっちゃいけませんこれは面白くなってきましたねいやほんとセ・リーグは4球団でめちゃくちゃ毎日がねほん働き方改革だけじゃないところにそうですねちょっとすいません話がずれちゃい気持ちがそっちにまあでもね祝日ですからね確かにええ で今日はあのー、セ・リーグの試合はないのかあ、ナイターはないということなのかな、ねえー、デーゲームの試合になってしまいますので、えー、ということで、ショーアップナイターは、ソフトバンクと日本ハムの、あ明日か、明日はソフトバンクと日本ハムの試合をお送りすると、き、えー、今日は基本的に、まあ、あの祝日はデーゲーム中心になりますので、うんえー、そのへんはあのーねえー、夕方5時半からの番組で確認をしていただければと、ねまあ、スポーツ情報満載でお送りしてまいります。 いや本当、もう1日変わるといろんな局面が変わってくるというとです最後に一つだけ、はい、あの大谷翔平の5050 50<ー>これはもう、ね、<laughs> アメリカ人としても、ね、<laughs> 見てみたい日本、アメリカ関係なく、ねはい、メジャーリーグファンとして、ねはい、ぜひお願いしたい。 お送りしております OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と広田たみゆきがお送りしています今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします えー、トランプ氏のこれは暗殺未遂事件となるんでしょうか、うんえー、情報がまとまってきましたのでお伝えして、えー、ままいりす、えー、共同通信によりますとアメリカ大統領選挙の共和党候補トランプ前大統領の陣営は15日南部フロリダ州のゴルフ場にいたトランプ氏の近くで発砲があったと発表しました本人はプレー中で無事で他にけが人もいませんでした 大統領警護隊シークレットサービスや保安官事務所が捜査しています AP 通信によりますと FBI 連邦捜査局は明らかな暗殺未遂の標的になったという見方を示していますトランプ氏は今年7月にも集会で演説中に暗殺未遂に遭い銃撃で右耳をけがしていました CNN テレビによりますと捜査当局は関与したとみられる人物を拘束しました AP 通信は自動小銃タイプの武器が押収されたと報じていますシークレットサービスは記者会見しトランプ氏のゴルフ場で警護隊員が敷地の境界付近にいた人物に向けて発砲したと発表しましたフロリダ州の地元捜査当局者は暗殺を狙ったとみられる不審な人物はトランプ氏から3 7 0メートルから4 6 0メートル離れた場所にいたと述べました トランプ氏は支持者らに私は無事で元気だというメッセージを送りましたえ民主党のバイデン大統領とハリス副大統領はホワイトハウスを通じトランプ氏の無事を無事に安心したと発表しておりますえ今入ってきた情報をまとめてお伝えいたしました、うん、まあこの先というのはまあ取り調べだとかそういったところから解明というところになりますか、うん、あのい 一般の人が入りやすいあの演説の場じゃなくて、うんはい、プライベートのゴルフコースでどうやって入ったんだろうとか<ー>いろんなあの質問というか、はい、質問がありますよね、うん、なのでこれからあの、まあ、本当に警備体制も大変だなと思うんですけども、えー、まあこういうことが政策論争じゃなくてこういうことで選挙戦があの注目されてるのは本当に残念ですよね。うん さあでは続いてこちらのテーマでお送りしますここだけニューススクープアップアメリカ大統領選トランプ氏がハリス氏との2回目の討論会を否定アメリカ共和党のトランプ前大統領は12日大統領選挙に向けた民主党のハリス副大統領との2回目のテレビ討論会について自らの SNS に行われることはないと投稿しました ハリ氏は10月中に再び開くことを求めておりますが実現しない可能性が高まったとということです、まあ、先週はこのテレビ討論会があって、えー、まあそしてこういった事件も起こるという中でありますけれどもまずはこのテレビ討論会はいかがでしたかいやもうこの50年間いろんなすべての大統領討論会見てきましたけども<ー>まあ今回も。 トップ3に入る驚きの討論会でしたね。驚きですかもうハリス氏がこれはもう当然計算の上で仕掛けてトランプのプライドを傷つけるような彼の集会から人を去っていくとかあまり人は来ないとかそれに見事にトランプが乗っちゃって感情的になりそしてどっから あのー、持ってきたのかペットが不法移民によって食べられるとか<ー>もう意味不明な発言に終始してハリス陣営の作戦勝ち、うん、ここまでプライドっていうかあの弱いのかと。 いうふうふに驚かされましたよねだトランプ今回2回目の討論会ないって言ったのは英、はい、だと思いますあのこのままではやってもまた2回目ハリスに負けるだけですから、はい、もうここはもうやらない方がいいでしょうとは思いますけどねびっくりです。 びっくりですか。うん、やっぱりそこはその年齢的なところとかもあったりするもんなんですか。どうなんいや年齢というかやっぱり彼のプライドなんでしょうかね。エゴなんでしょうかね。はい、やっぱりそういう,うあの自分の集会自分の人気の方が政策論よりも大事にしているという一つの表れ、えー、だと思います。あのあの討論会は、はい、えっと例えば誰かが言ってたのは 的確だなと思ってオリンピックのアイススケートの審査で例えるならばアーティスティック特典、はい、ハリスい芸,芸術点はパーフェクトですパフォーマンスは。はい、ところが政策の中身の議論が、はい、まあ要するにテクニカル点、はいあはい、これは非常に低い。 あんまり良くなかったと。だから、まあそういう意味でも政策論にはつながらなかった討論会、はいえー。むしろパフォーマンス。ただ、ハリス氏は強い女性。うん、自分は大統領としての資格はあるんだっていうことは、 えー、きちっとアピールはできたと思いますね。なるほど、まあ。政策面もね、あの、視界もいろいろ振ってましたけど、うん、移民の話だとか、はい、まあ、ハリスさん3年半以上、大、うん、副大統領やってきて、移民担当で、ね、できてないじゃないかと、うん、いうこと、まあ、トランプさんもそこを突っ込む。そうなんですよ。 かなと思ったんですがかなり珍しく ABC のアナウンサーがハリシの、ねはい、弱点を鋭くついたんですんで。彼女はそれに対して答えがなかったんですね。瞑想してる中でトランプの集会の話に切り替えたんですよ。あ,<ー>であそこでトランプがちょっと待ってと集会じゃないだろう、移民問題3年半、何にもやらないっていうところに終始してれば、はい、相当ハリシは 追い込まれたのにもかかわらず自分の集会話、はい、そこからペット話<ー>そっちに脱線してしまって、はい、見事に、えー、ハリシーの作戦勝ちということだと思いますね。なるほど弱点を、まあ、うまく切り返したと そこをつけなかったトランプのエゴなのかプライドなのかわかりませんけども見事に逃げられたというところですね。まあ でトランプさんは、まあ、4年間の大統領経験があると、まあ、経済なんかの話でもいや俺は関税上げたけどインフレ率、ここまではならなかったじゃないかということもおっしゃってましたけどマーケットとしてはどう見るんですか、うん、いや面白いのはあれだけハリス氏が討論会で勝ったパフォーマンスでかったと言っても、はい、CNN の討論会後のアンケートによると、うんうん 経済面ではどっちの方を評価するかっていう問いに関して、ええ、あの討論会前と後ではハリス氏は2ポイント下がって、はい、トランプは2ポイント上がってるんですよあ,<ー>あのパフォーマンスで<ー>だからこれはハリス陣営にとってはまあパフォーマンスは良かったけども、はい、経済政策面ではやっぱりアピールがしきれなかったっていう一つ心配事が残ってると思いますね。は まあその辺は、ね、この先の政策論争が果たして深まるのかどうなのかだからトランプの敵はトランプで、はい、トランプが政策論争にちゃんときちっと終始できれば相当トランプが勝つ可能性は高まると思うんですけど、ええ、今のところそれが全く本人できないのでハリス優勢と言わざるを得ないですね。なるほどあのハリスさんは相当こう、ね、直前5日間ぐらい ホテルにこもって練習してきたんだみたいなこと言われてました、うんえー、まさにこの切り返しの部分を練習してたんですかね、もうそういうあの、まあ、キラーコメントというか、はい、え作戦、揺さぶり作戦を、ーへーへー多分いくつか用意しておくんですね、候補というのは。で、その場面場面によって、どれを繰り出していくかっていうことを、はい、まあ候補が決めてうまくやっていくと、それをまさに典型的な。 動きだとアドリブはほとんどなかったと思いますす、ええ、そういういもんですか準備した上で,、はい、で、トランプはもう全部アドリブですよね、ほとんど<ー>ハリ氏はもう事前に準備したことをうまく戦略的に差し込んでいんでったと、それが見事に成功したと。 作戦勝ちですね。へえ。いや、なんかね、ね、うん、日本人からっていうか、なんというか、普通に考えるのは、いや、そんなに政策が弱いんだったら少し勉強すればいいじゃんとか思うんですけど、<laughs> あるいはブレーンがね、その政策の部分を仕込みはいいじゃんとか思うんだけど、そうじゃなくてパフォーマンス重視なんですか、やっぱり。あの、政策面のデータをちゃんと頭に入れる部分と、えー、やっぱりそのパフォーマンス、えー、あの、結局討論会って、はい、最終的に有権者が見て、うん 気持ちなんですよね。<ー>この人が良かった、この人悪かった、この人好き嫌い。<ー>その一点で決めちゃうケースがある。はい、それが時々政策論で有権者にアピールできる場合もあれば、<い>パフォーマンスの一言、うん、この粋な一言でバッと決めちゃう場合もある。だそれが何がうまく刺さるのかわからないので、はい、いろんなあの引き出しを作っておいて、いその場面場面で、 えー、引き出しから出してさ<ー>、えー、せる刺さるとですねなるほどやっぱり全人格が試されるようなところがあるんですか,ですから戦略的それからやっぱりパフォーマンス力そして政策データを覚えていくって大変なんですよねだから5日間も必要なんですよね。うーん 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます飯田浩次の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています 番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいえそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊フジでコラムを連載しています飯田浩二の「そこまで勇刊毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK5G、OK、アップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください